披露してくださった鎌町幸子さんです。どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございました。鎌町さんですね、その頃の、写真を見ながら、お話を伺いしたいと思います。この写真集は、どこで撮影されたんですか？これは去年の9月に、サイパンで。サイパンで、はい。サイパンは、結構何回かやっぱり数多いでしょう。そうですね、もう4回ぐらい、そういうところで、今度はセクシーショットっていう感じだったんですけど、はい、どうでした？恥ずかしいとかそういうのありますか？そうですね、緊張しちゃって、なかなか顔がね、こわばっちゃって、まあね、顔がなんか嫌だっていう顔になっちゃったもんね。そうですもんね。というわけでございますが、まあ出発、ちょっとこれ余談なんですけど、はい、出発前になんだか転んで、お尻にあざ作ったらしいじゃないですか。雨の日だったんですけども、うん、事務所の下で、うん、転んで尾てい骨折っちゃったんですよ、うん、それ猛虎斑みたいにあざができちゃって、うん、大変だったんです。それは隠せるでした？なんとか隠せるって、はい、猛虎斑ってことはちょうどこの割れたあたりの上あたり、そうですね、ちょうどこの辺でほっぺとかそういうとこじゃなくて、お尻にも行っちゃって、はい、でもね、あそこにいる人がね、ゴールドの風呂場でね、転んでね、別にあざくったらしいんですよそんなことはとんでもいいんですけどさあ、というわけでございまして、まあ3月にはですね3月にはですね、はい、またサイパンの方へ行って、